茨城県立小賀中等教育学校は、茨城県小賀市磯部にある、公立中等教育学校。茨城県教育委員会が2009年7月に、策定した第二次県立高等学校再編整備の基本計画を受けた前期実施計画の一環として、公立中高一環校が設置されることとなり、茨城県立総和高等学校がその母体に選ばれた。 計画が決まった後、新設される予定の中等教育学校は、小賀地区中等教育学校の歌唱が付されていたが、2012年7月1日をもって、茨城県立小賀中等教育学校の校名で設置され、2013年4月に開校した。茨城県内では、並木中等教育学校、日立第一高校、付属中学校に続く、 三番目の公立中高一貫校となる。前期課程では一部科目で修熟度に基づく少人数教育を行い、後期課程では個々の生徒の進路希望に応じた科目選択を提供するために単位制を実施し、難関大学へ進学可能な学力を育成することや、大学や研究機関と連携して学習への興味づけを図る探求型学習を 取り入れることを謳っている。また、後期課程の後から6年時においては、実際の入試問題に対応できる学力を養うことを目的に、東大研究会や医学研究会を発足させる予定である。陸上競技部、軟式野球部、サッカー部、バドミントン部、バスケットボール部、テニス部、剣道部、水泳部、吹奏楽部、科学部、パソコン部、英語部、 文芸部、美術部、演劇部が存在する。男女ともブレザー。ネクタイの色で1から2年、3から4年、5から6年が識別される。前期家庭では、給食が実施される。スクールバスは、小賀市内、坂東市、境町、下妻、八千代、結城市、畜生市の5方面と7コースである。県立高等学校の再編整備茨城県。 教育委員会2012年8月9日閲覧。小賀地区中等教育学校の学校概要について20年、AB、2012年8月9日閲覧。AB2012 年8月9日閲覧。2012年8月9日閲覧。2012年8月9日閲覧。部活動2019年10月5日閲覧。2012年8月9日閲覧。 2012年8月9日閲覧。スクールバス2019年10月5日閲覧。ありがとうございます。